アカデミーはアメリカ合衆国の民間軍事会社である。1997年にアメリカ海軍特殊部隊シールズを退役したエリック・プリンスによりブラックウォーター USA として創設された。物資の空中投下を行うブラックウォーター社の傘ーサ C-212 輸送機。アカデミーの訓練施設ブラックウォーターは ノースカロライナの北西に7000エーカーの訓練施設を持ち、施設内には射撃場、屋内、屋外施設、街路を再現した施設、人工庫、運転用のコースなどがある。ブラックウォーターによる資料によると、この訓練施設は国内で最も大規模なものだという。2006年11月、ブラックウォーターはシカゴの西2 4 0トルの場所に80エーカーの 土地を購入したことを発表した。この施設は2007年4月から使用されている。加えて、現在は、サンディエゴから45マイル東の小さな町ポトレロの近くに824エーカーの訓練施設を設立しようとしている。しかし、この施設のオープンに対しては、地元住民や環境保護団体、反戦団体からの強硬な反対がある。この土地が、 クリーブランドナショナルフォレストに近いこともあり、施設によって山火事の増加や騒音が懸念される。またブラックウォーターのイラクにおける非人道的な行いに反対する者も,もいる。自社ブランドの衣服や装備品の他にグリズリー APC と呼ばれる装甲車を自社で開発。また、宣伝用のテレビゲームも発売されている。ブラックウォーターは 株式非公開の企業で内部情報はほとんど公開していない。ブラックウォーターの創業者であり、CEO だったエリック・プリンスは元ネイビーシールズである。プリンスは海軍兵学校で学び、ヒルズレールカレッジを卒業、ホワイトハウス実習生としてホワイトハウスで働いたこともある。また、ブラックウォーターには9つの事業部があり、 さらにブラックウォーター・ビークルズという子会社を持っている。アメリカの政府、米軍、CIA と密接な関係を持ち、ブラックウォーターの代表取締役である、ゲイリー・ジャクソンの元ネイビー・シールズで副会長を務めた、コーファー・ブラックは、対テロ戦争で法的に議論のある無人攻撃機を運用した、標的殺害プログラムを推し進めたことで有名な、 CIA の元対テロセンター所長であり副社長であったロバート・リッチャーは元 CIA 副本部長であるペンタゴンの元監察総監であるジョセフ・ E ・シュミッツ元司法長官のジョン・アシュクロフトや元 NSA 長官のボビー・インマンなども取締役会に名を連ねた1990年代後半エリック・プリンスはノースカロライナ州とバージニア州の境にある 沼地グレートディズマルスワンプの6000エーカーの土地を購入。その土地は現在では大部分は国有地となっている。彼はそこに最新鋭の訓練施設と沼地の水がデータンで黒くなっているところから名付けられたブラックウォーターという企業を設立。軍や警察当局への訓練サポートの提供を主とするブラックウォーター USA は1997年に 設立された2002年にはブラックウォーターセキュリティコンサルティングが設立された。2002年、ブラックウォーター USA はアフガニスタン紛争の際に雇われた企業の一つとなった。ブラックウォーターはアフガニスタンやパキスタンで無人航空機 RQ-1 プレデーターによるテロリストの暗殺など CIA の秘密任務を受け負った。また、 BSC は、イラク戦争の際に、軍人や基地を守ったり、イラクの新しい軍や警察を訓練するために、雇われた60を超える警備会社の一つとなった。さらにブラックウォーターは、ハリケーンカトリーナが猛威を振るった後に、アメリカ国土安全保障省によって用いられたり、通信、石油、保険会社といった企業とも契約している。いずれのケースでもブラックウォーターは、 入札なしで受注している。全体的に見て、ブラックウォーターは10億ドル以上を政府との契約によって得ている。バグダッドを飛ぶブラックウォーターのヘリコプター2004年、イラクのファルージャにいて、輸送会社 ESS のトラックを警備していた4人の警備要員が武装した市民たちに殺害される。この4人はかつてネイビーシールズやレンジャーといった精鋭部隊に所属していたが、 人数や装備が不十分なまま警備に当たっていた。この事件は後に、ファルージャの戦闘のきっかけとなった。2004年、エリック・プリンスが、グレーストーン・リミテッドを設立する。ブラック・ウォーターが、アメリカ軍人を中心とした警備サービスをすることに、対し、グレーストーン社は警備員たちを現地雇用し、アメリカ軍人らが指揮する、イギリス型民間軍事会社の方式を採用している。 G のロゴ2007年9月16日、イラク、バグダードで、アメリカ外交官を護衛していた、ブラックウォーターの雇い員が民間人に発砲10人が死亡、13人が負傷。2007年10月、ブラックウォーター USA は、ブラックウォーターワールドワイドと名前を変え、ロゴも新しいものに変えた。ブラックウォーターの代表の一人は、名前やロゴの変更は、 前月に発生した発砲事件よりも前に決定されていたと語ったが、公式発表は事件の後であった。さらに2009年には事件に関わったコントラクター側が一方的に発砲したことがほぼ立証され、業界内での評価は急落したという説がある。しかし他の PMC による問題行動を差し置いて同社の事件が報道されたこと自体が、 米国政府との契約ではないか、とする説もある。同年2月に、社長自らが、社名変更を発表。現在は、G の看板に掛け替え活動を行っている。ブラックウォーター USA は2007年10月で、民間軍事会社の協会であるイ p o を除名されている。2009年より、イラク政府は、G 社へ国内での警備活動に対するライセンスを、 与えず、また、同社社員に対し、2010年2月10日から1週間以内の国外退去を求めることとした。それまでの米共和党政権からバラク・オバマ、大統領のミニ首都へと政権が異常され、イラクでの米国の関与に関する方針も大きく、転換されたことも影響して、国内外で非常に評判の悪くなった自社の立場を擁護する者は著しく減った。 これらのことから G 社は、米国政府との契約という収入源の大半を失い、主要な経営者たちが G 社を去る事態となっている。2012年、アカデミー社がトルコシリアの国境において自由シリア軍などといった、反アサド派勢力に対して、軍事訓練サービスを行っている。2014年、民主化運動後のウクライナ東部にて、 アメリカ風の戦闘服に身を包んで英語をしゃべり、AK-74 と見られる、自動小銃で武装した部隊が150人から300人規模で現れ、アカデミー参加のグレース・トーニ社の警備要員が、ロシア系の住民の暴動などを見越して、活動していると見られている。2020年12月、アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプは2007年に、イラクで民間人を射殺した。 ブラックウォーターの元社員4人に恩赦を与えた。連合国暫定当局代表ポール・ブレマーを警護するブラックウォーター社員。ブラックウォーターはイラク占領当局の最高責任者だった。連合国暫定当局の代表ポール・ブレマーのボディーガードを受け負ったのを皮切りにアメリカ政府の国務省が契約するコントラクターの中でも最大の会社となった。特に イラク戦争におけるアメリカ軍政規兵の慢性的不足により傭兵の需要が増したことから急成長を遂げた。同社サイトでは年4万人以上の社員を訓練していると発表している。警護対象に死者を一人も出さないなど業務の優秀さに定評がある一方でイラク人のことを動物扱いしていると評され2007年9月に社員による イラク人射殺事件が表面化したことから議論の的になっている。また、武器の横流しや目についた民間人を無差別に撃って遊ぶ実弾演習が状態化しているという噂もあり、これに対しイラクの反米派からはブラックウォーター社の社員は犯罪者だとする声も大きい。また、秘密主義で閉鎖的な社風があることや一部社員たちの傲慢な言動や 両色癖など態度が非常に悪いことなどを指摘されており、同じ民間軍事会社の社員など関係者たちからも、ブラックウォーターを酷評する声があった。民間軍事会社の不祥事で、中流アメリカ軍とイラクとの関係が悪化しかねないという懸念も強い。アメリカ国内においては、FBI がこれに関する事件の調査に乗り出すことを宣言しているが、 紛争地での十分な捜査が可能かどうかは疑問である。民間軍事会社の犯罪をアメリカ国内法の管轄下に置く法案が会員で可決されているがホワイトハウスは反発しておりアメリカ政府内では民間業者に頼るしかなくむしろその人たちの能力勇気を称えるべきだと民間軍事会社を擁護する立場が主流である。2007年9月 バグダッドにおいて、ブラックウォーターの社員が、イラク人17人を射殺する事件が発生し、当初ブラックウォーター側は正当性を主張したが、アメリカ政府は、少なくとも14人の射殺には正当性が認められないと判断した。一方で、アメリカ政府は、ブラックウォーター社との再契約を問題ないとし、その契約を継続している。2006年6月、 青森県津軽市の航空自衛隊車力分屯基地で、ミサイル防衛用のレーダー、アン・トゥッピー -2 の搬入の際、アメリカ政府と契約していた、ブラックウォーター社の要因が、車力分屯基地、及びアン・トゥッピー -2 の警備に当たっていたことがある。レーダーの運用のため、開発元のレーセオン社から派遣された、同社社員もそこにおり、津軽市に派遣された。 民間企業の要因は、ブラックウォーター社の人間と合わせて約100名であった。ありがとうございます。